気持ちよく踏みたいどれだけ語呂をよく気持ちよく踏めるかっていうのがラップなのかもしれない、はい、みんなおごるから飲み行こうっつって <laughs> そういうことを1年ぐらいしてたから <laughs> <laughs> 何なんだこいつはぐらいの感じに歩いててそれでも30分ぐらいでサントリーバースを終わらして <laughs> マジ<へ>、うん の応募人数もどうにもないしい、ね、俺が応募した時の200人ぐらいしかなあ、そうなんだ。うん、最初のまま出ていてよかった。はい、ということで。 今回のゴールド e n Rush p o d のゲストは、ネオンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやありがとう。ありがとう。やっとできた。いやマジで。あの、いつだっけ札幌札幌に来た時に俺やりたくてね。ま、あいろいろあったんでけど。あ、そうね。そう。あ、そう。1日しかやれなくてね。そうだよね。でも遊んで楽しかった楽しかったね。え、ゼノンワールドビューだもん、あの時はね。そう、ゼノンワールドビューのツアーで。そうだ。札幌行かせてもらいました。どうだった めっちゃ楽しかったね。本当盛り上がったし、久しぶりの札幌で、先生とも行けたし、いろんな場所行けて、超楽しかった。いいね、いいね。え、<う>い,いったんあれなのそのゼノンワールドビューの活動は。なんか 一旦食いりみたいな感じですまあそうね。<今>えっと、全ワールドビューあれで、うん、えっと、EP 出して、ツアーも収めたことなんで、はい、また新しい活動を進めていこうと思います、ねうん。おお、なるほどですね。はい、じゃあまたここからその、まあソロとして、前、はい、動きがどんどんなっていくっていう中で、まあやっぱこの、マ、うん、レオンという人物を、はいはい、もっと聴いていきたいなと。 俺は思ってるんでよろしくお願いしますということでちょっと俺いろいろ調べててやっぱ大体みんなに聞いてんだけどどっからヒップホップ始まってんのかなみたいなガンガ聞いちゃっていいですかどっからヒップホップハマったんですかまあそのもともと自分はお母さんお父さんが音楽やっててあそうなんだ音楽家系というか二人とも両親どっちも音楽が好きでそういう家庭に生まれたんでまっす音楽身近にあってでそっから まあ小学生ぐらいの時に友達ができてその友達がお父さんがニューヨーク出身の友達でですごいヒップホップとか詳しくてで仲よくなっていくうちにヒップホップにはまったって感じですかねなるほどね、はい、えちなみになんだけどそのお父さんとお母さんは何どういう音楽はどういう音楽の活動したの俺の母さんはあのシンガーで,はい、はい、で昔ソニーでデビューしたこともあってみたいなええー でそれでお父さんはまあバンドとかテクノミュージックとか四つ打ちの音とかやったり DJ だったりまあギターだったりそういうのそういう音楽とか好きでやってる人ですね、うん、なるほどねすげえなサラブレッドみたいな感じなんだ,だでも結構ナチュラルじゃそうだよね音楽に。 そうナチュラルに、まあ、ね、お両親も音楽をやることには全然抵抗なくて、うんうん、まあ、普通にや,やってみればみたいな感じで、最初はスタートしてましたね。なるほどね。うん、えちなみに、その、最初さ、なんかこの、めちゃくちゃ影響を受けたというか、食、うんうん、らったアーティストとかいるヒップホップで。はいはいはい。うん、まあ、食らったアーティストもめちゃくちゃ数えきれないぐらいいるけど、まあそうだよね。その 日本語ラップだったらもともとその日本語ラップやるつもりはなくて中学生ぐらいの時は DJ でもやろうかなと思っててうん、うん、あそうなんだそうそれでまあ日本語ラップいろいろ着き来やさってた時期があってそれでまあたまたま CD ショップでシミラボだったりとか、うん、その横浜のフーリーガンズだったり、うん、あとはマッチョさんのライブも。 横浜つながりで見に行ったりとか日本語ラップをガンガン聞きに行って、まあ、その時はサウンドクラウドで人命うさぎさんとかもめっちゃ出てた頃かなそういうことかそう2015年14年うんうんそのくらいその,そのくらいの時期に日本語ラップいっぱい知ってって感じですかねそれで俺もやってみようみたいな、はい、2015年もっと前かな 今今そ,そうそうそう13歳14歳ぐらいの時に始めたんですのでうん、うん、そっかそのぐらいの世代の時ですねてかめちゃくちゃ早いねだ、うん、から DJ やろうと思ったのがその時代ってことでしょうそ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 う <laughs> なんかもなんか昔からなんかいろいろ目立ちたがり屋でやりたくてはいん,ん,、うん、んか小学生の時とかなんかギターなんかリードギターになりたい世界的なバンドのリードギターになるみたいなへ<ー>作文で書いててあそうなんだ <laughs> そんぐらいなんか なんか何にも知らないのに音楽やってみたいみたいな楽器だったっていうええ <laughs> すげえなでこうやってまあラッパーとしてね活躍されてますからそうっすねなるほどねえちなみになんかさ俺見てる感じその JZ とかが結構好きだったみたいな、うん、はいはい JZ は結構好きだったね、うん、あのリンキンパーカンで JZ からめっちゃ JZ 好きになってはいまあなんかこれのこれが好きとか特にはないんだけどうん、うん まあアルバムは結構全部聴いたりとか、うん、JG やべえなっていうふうに入ってましたね。<laughs> なるほどね。うん、そうかそうか。まあ、じゃあ国外のラップと日本語ラップは両方とも結構、うん、あの同時進行で聴いた感じだそうまあ最初は US だけど、うん、まあだんだん日本語ラップもチェックしてはい、はい、でまあ同時に聴いてる同時に聴いてる、うん、今でも同時に 全部聞いてます、ね、あそうなんだ、うんえ。ちなみに今はさ、うん、どういうさ人を聞く聞いてるとかあるの ?USS。USS <Yes? S 2>。うん US うん、yes sir, let's check you. お気に入りとか。お気に入りね。うん、Spotify 派だ。どっちも使う スポーティファイは<え>なんか検索したり新しい音楽見つけるのは結構スポーティファイで好きになったらアップルミュージック入れるみたいなアップルミュージックの方がちょっと音質いい気がするへえーうん、なるほどねんそんな感じがしてはいはいはいうんそうだね両方とも結構珍しいねそうどっちも使ってるねそっかそっか 最近だとフレディ・ドレッドとか,か、うんはい、BK ザ・ルーラーとかウィキマイク・ジャイムスうーんホム・サイ・ギャング、はい、あとはケニー・マンソンとかそうだねそこら辺かななるほどねう,んどういうジャ,ンジャンルっていうかそのサブジャンルあるじゃんヒップホップって<ー>なんか 名前つけるでしょオルタナティブヒップホップっていうのが好きなかなああそういうことか。JPEG マフィアとかそういうの好きだしちょっと実験音楽みたいなヒップホップが最近好きでちょっとトラップなんだけどループは頭おかしいみたいなそういうのとかすごいジャジーなメロディーにトラップ入ってますみたいなそういうなんかちょっと変なのが最近好きかな。そうなんだえ なかなかじゃあ結構正統派っていうかは結構新しいサウンドとかめちゃくちゃ聴いてたからそうだねそのメインストリームだからドレイクとかトラビス・コットとかになってくるとうん,、うん、なんて言うんだろう確かに。 だから自分が追わなくたってなんかいいなみたいなそこああなるほどねそうんかクラブで聞いたらいいねみたいな自分がだから聴くんだったらんかめっちゃ追って探して聞きたいみたいなそういうことかそういうタイプになっちゃってちゃんとひねくれたタイプになっちゃったでも確かにやっぱメインストリームはね別に頑張んなくても聴けるもんねどっからでも流れてくるしみたいなそっかそっかそっか結構さんか俺アーティストとかも話しててラッパーとかさなんかいや あ本当かどうかわかんないけどいや俺は他の人の曲聴かないですみたいなあはいはいインストしか聴かないですみたいな結構人もいると思うんだけど全然ありだと思うしんか全然自分も毎日毎日音楽聴いてるかっていってそうではないあそうなんだもう電車の中とか全然音楽聴かないで考え事してるみたいな多いしそんな音楽聴かない時も全然あるねあそうなのえ考え事って例えばいろいろなんかいろんなこと考えたりそういうことするの好きだからはいはい そうだったいろいろ考え方したからね。なるほどな。で、まあそういうことか、じゃあ HIPSpotify で新しいやつ見つけて、そこから気に入ったやつ、AppleMusic でめっちゃ聞くみたいな、プレイリストみたいな。プレイリスト作るはやっぱ。ああ、作るかも。お気に入り入れてみたいな。 流しとくみたいいなそういうことかまずさやっぱちょっとまあラップのキャリアの方にも思っていきたいんだけどはい、はい、結構なんか俺的にはその、うん、かなり実力派というか、うん、なんかラップのうまさは結構なんか、まあ、昔からそうと思うんだけど、うん、すごいなんか重要視してんのかなみたいなはなんか俺の中で思ってて、うん、な,んかそのなんかそういうの結構雑誌とかでも、うん、書かれたりしてくれてすごい嬉しいなっていうふうに 思っててなんか俺が見た雑誌では何だったっけな何の雑誌かはもう忘れちゃったんだけど、うん、その俺がその早口ラップっていうものを出してそこに続いてあのいろんなその早口ラップスキル後者みたいな人たちが増えだしたみたいな書いて書いてくれてて、はい、そこではもう確かにみたいな確かにとはなんかちょっと <laughs> いやいおこがましいけれどんかまあ 俺の出てきた時代ってそういうなんかスキルで攻めてくみたいな早口だったりライムをめっちゃ踏んだりとかするっていう時代ではなかったのかもしれないなみたいな思ってまあなんかまあもちろんそういうアーティストはいっぱいいただろうしまあそうだけどなんか自分は結構その音楽を作っていくにあたってまあまあ最初の頃は別にそんな早口がいいとかそういう風には思ってなかったんだけどやっぱり影響的には。 そのマイアミのサウンドはい、はい、エンゼル・カリーだったり、うん、スキーマスク・ザ・スランプ・ゴッドテンタションとかがまあサンクラでめちゃくちゃ出てきてた時代にうん、うん、まあそこで食らって分厚いベースと早口な、うん、ちょっと畳みかけるようなラップこのスタイルやばいなっていうふうにちょっと真似してやってったっていうのがまあ始まりなのかもしれないですね。な、はい、なるほどどね、うんなんかさやっぱそのラップもそううだだと思うんだけど、うん まあ何についてもさやっぱどんどん上手くなっていくときにスキルを、うん、高めるってすごい重要だと思うんだけどはい、はい、なんかさ自分がこのじゃあそのラップ実力派に行くまで練習してきたラップの方法だったりとかはい、はい、なんかそういうのとかってある、うん、ああ<ー>練習か、うんまあ、とりあえずなんか俺はそのラップだから、うん、ライムは必ず踏みたいは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 い気持ちよく踏みたいどれだけ語呂をよく気持ちよく踏めるかはい。 っていうののがラップななかもしれないっていうふうに思っててなるほどねそ,うそんでやっぱり韻を踏んでいくとリズムになるから、うん、そのリズムを崩さず気持ちよくフローしていくっていう、うん、なるほどそこをやっぱりなんか気にかけたのかもしれないなっていう、うんうん、なんか結構それ深いな韻を踏んでいくとリズムになる、うん、そう韻を踏んでいくとリズムになるなってあそうなんだ、うん 確かにね確かに人によってイントネーションとか変わっていくからそれがリズムになっていくってことよねそうそうでラップも多分 US のヒップホップもそうだろうけど4小節は絶対同じんで読んでると思うでそのじゃあそのフローがさででるるるるるるるみたいな感じが来たら次もでるる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 るじゃないはいはい大体ねでそっからんかまあみんな乗らしていくじゃはいだからなんかその分かるんかみんながあ次こうやったらこうだよねみたいな ちゃんときれいに分からしてでそっから違うバーでえそんな風呂行くのみたいなそういうのがなんかやっぱ面白いヒップホップかなみたいな思っちゃったりしてますね。ねなるほどっすね、うんえー、結構ライム踏むとかえ最初はフリースタイルから始めたのやっぱそうあの最初はその時代も時代だったからうん、うん、じゃあまずラップやりたいっていうふうになって、うん、周りはみんなスケーターばっかで。うん で俺だけ、ね、み,んなみんななんかスケボーうまいけど全然俺スケボー負けに指導しようと思って <laughs> で私はスピーカーでビートつけてラップをずっとしてたんだけどフリ、はい、スタイルを高校生ラップ選手権が出始めたぐらいの時、うん、自分が高校中3高1ぐらいで,、うん、でその時はなんか川崎サイファーとかいろんなところでサイファーするのが今よりももっと活発でああそうなんだでいろんなラッパーがそのラップ選手権見て出てきててはい、はい でサイファーにとりあえず行ってみようっていうふうになってでそっからまあみんなでフリースタイルしまくってあとでバトルがあるみたいな結構バトルでつのし上がったら名前売れるからバトルしようみたいなそんな世代だったような気がするそういうことね10代の頃ははい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 確かに今ほどめちゃくちゃ音源っていう感じじゃなかったもんねただ当時はねだからやっぱどこにいるんだろうってじゃあサイファー行ってみようみたいなうん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  でまあ、それでおのずと、まあ、サイファーしてバトルみたいなふうになっていってみたいな感じですかねなるほどねじゃあ結構実践をして身につけていった感じなんだそうやってみてはいまあ俺別にバトルが得意とかではないしそんななんかうまいかなって感じなんだけど <laughs> 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 その時は頑張ってたなあなあいやそうだよね <laughs> 1> 高1出て高3で優勝してるもんねそう,そうだよね、まあ、高 2? 高2かな高 2, か高2で優勝したのか、うん すげなそうだねなかなかしかもんかバトルとか優勝したことなかったから俺初めてバトル優勝したんだけどみたいやべえみたいな感じでそれが高校生だったか高校生だったからすげえだえでもさその時はさ俺結構おもろいなと思ってまあさ大体さ まあ大体って言い方ちょっとあるかもしれないけど結構いろんな人がまあバトルでうまくいったからじゃあ,まあ高校卒業したあとに月ね違うなんか凱旋とかバトルとかその時当時にもいっぱいあったと思うからそっちに行く人も多かったのかなみたいなでもさレオンはもうその場でいやもう俺は音源に行きますみたいな感じで結構さシフトしたやんそれはなんか理由とかあったの理由も何ももう最初にやりたいことはもう普通に音源出したいとか音楽やりたかったからはいはい 別ににバトルラッパーなるつ最初からねそう最初から勝てたじゃあこっからじゃあアルバム出してみんな見てくれよみたいなそういうことかそういう考えだったかもなるほどねもともとそっか高校生でラップ選手権出たのもとりあえずちょっと一旦知られて音源出すためにみたいなそうそううんそのトランジションもすごいうまくいった気がするよねそうだね当時しかもそんなラップ なんか練習してなかったみたいな、まあいやまあ練習はしてたんじゃないかなあ本当うんフリースタイルめっちゃしてたような気がするああそういうことか一人でも今よりも今よりも、うん、一一人ででもみんなででもフリースタイルしまくってたような記憶がありますねうおおすげーなえなえそこでその時に、うん、えとドリーム開発はいはい っていううこれが何レーベルななのかなあそうですね、はい、あのサイプレスエノさんのっていうか、まあ、14歳ぐらい本当とラップ始めたってぐらいの時にうん、うん、親の友達の友達がサウェさんで、うん、まあなんかその自分の周りにはそういうヒップホップの箱とかのつなんか繋がりがなかったんで、うんうん、まあ行ってみようっていうことで、うん、そのバーみたいなとこ遊びに行ってうん、うん、でフリースタイル仕掛けたらやべえなみたいになって。<laughs> でちょっとお前は俺のとこでちょっといろいろやろうぜみたいな、えー、言ってくれて澤江さんがはい、はい、でそっからまあレコーディングとかさせてくれたり野菜に連れてってくれたりとかはんはん10代の頃すごいお世話になったっていうのが澤江さんですねなるほどね澤江さん、うん、え一番の思い出とかあるえ何だろういやでもいっぱいあるなそうだよねいっぱいあるのなんか釘、えー、沼海岸でバーベキューみんなでしたのも超楽しかったし <laughs> えーっと 第8回優勝する時か、うん、それはうえさんと初めて自分が大阪行った時で、うん、まあその日のエピソードも忘れられないし、うん、何があったのその時はあそ,のまあその時は大阪初めてうえさんと行っていろ、うん、んなとこうえさんが紹介してくれて、うん、で西成さんとか新西成さんとかもその時初め,会って,初めて会って西成を紹介してくれたり,れたりああなる歩、ねね、いね新地を歩いてみたりとか。ははい、はい そう16歳俺は結構刺激的だった確かに16歳であそこが刺激的やなそうそう確かに結構あそこ俺も一回だけ行ったことあって結構衝撃だったね日本にこういうとこあるんやなああ大阪あったの確かに確かにみんな行ったことなかったな行ってみてくださいってのちょっと変だけど行ってみた方がいいですってみたがいいよね経験として絶対あるよね普通にそうだよねそっかそっかでその時に出した EPBEAST ビート・トゥ・デスビート・デスビート・ゥ・デスこれは何かその時にコメと思い出とかあったりしたの、ね、何、うん、で作ったとか、うん、まあ何か出演をとりあえずもう出したくてうずうずしててはいはい、はい、でまあいろいろシングルとかも出してその時はまあ闇島と一緒に作り始めた結構本当に最初の時期というか、うん、まあそれでまあレコーディングも済ましたことだしあとはあれどん,どんでタイミングで出したんだっけな 2019年ぐらいか、うん、まあそれでまあ自分の名刺代わりとして作品を出してという感じ、まあどういう思いというか、まあまあ、がむしゃらに闇江島と俺で作り上げた EP っていう感じで今内容聞いてみてもなんか,かなり野心野心が困ってるような <laughs> 若いなみたいな感じの曲だけどその中でも好きって言ってくれる人も結構いるし。うんうん 嬉しいですね結構さ多分このなんか割とさやっぱ俺の視聴者の方とかも、うん、結構そのいや「ラップやりたいっす」みたいな人が結構多くて、うん、まあなんか。 俺だったらリーチアウトしやすいのかなちょっと分かんないんだけど結構メッセージくれたりとかするまあ俺ラアーティストとかじゃないからまああ,あなんでなのかなって思うけどでも全然だからね周りに聞いたこととかないからそうそうそうでもなんかやっぱそのねまあでもその聞いたこととかそれを別にあこういうことを聞いたことありますよみたいな感じとかまあ個人で見てる間人としてとかまあ言ったりとかするんだけど最初とかさ結構さプロセスとか大変じゃんビート まあ闇ゅさんがいた方ビートがあったかもしれないけどラップ書いてでミックスマスタースタジオ入るとかこういうプロセスについては多分知らない人が多いと思うんだけど知らないね軽く説明したりとかすることできるとりあえずでもラップしたくてどうしようと思った瞬間にビートジャックしてみた俺は有名な曲のインストーでその有名なラップ ののフローの丸々フロローーしてみようと思ったお<ー><う>なるほどねそうでなんか聴いたまんまフローしてそのビートジャックみたいなサウンドクラウドでめちゃくちゃ上げてた時期があってああそうなんだそれは本当にラップ選手権時代からへえ<ー>でもそういうことをやってまあ練習してたというかなんかそれがなんかラップのちょっときっかけというかうん、うん、なんか曲作るきっかけになったのかなって今で思ったらまあ 良かったのかな、いう練習もっていう風に。かにね、だからまあラップしてみたい人はそういう風にいっぱいいろんな人のこと真似てみた方がいいと思うし。<ー> それでやっぱ自分のスタイルを追求していった方がいいと思いますおいこれちょっといいっすねはいまずやっぱそう分かんないもんね分かんないからねそうだよねやってみるっていうのは重要だね最初いいビートとかも分かんないしフローもどんな感じか分かんないしとりあえず自分が好きだと思った曲をちょっと真似て自分なりに作ってみてみたいなおおこれはセーブですねこれ皆さんやった方がいいですねやってくださいそっかなるほどなでまあそっからリリースとかもどんどんしていったと思うんだけど まあそこからラップしたここが多分結構大きかったのかなわかんないけど大きかったのかなと思うんだけどまあシーズン2結構最初の方だもんね2回目かそれが何年だ ?2020 あれ2020年 ?2020 年かちょうど191919年何年だシーズン 2? テンタッションが死んだ日死んだ年だ19年じゃねえじゃん2019年 わかる悩む気がする優勝した次の日にテンタション死亡ってあっそうなのそうあのそんな感じなんだそうそうそうむちゃくちゃあそれは覚えるねそれは覚えるでしょ死んゃったんだったのマジかへえあれはラップスターはでもそっか見てたのそのシーズン1いや見てなくて分かんなくて最初ちょうどあのアナーキーさんと1%に 1%っていうものを作ろうと思ってるみたいな時期にそのあ,<ー>あってそういうラップスターっていうものがあるんだよっていうふうに面白かったら出てみないっていうふうに言ってくれてうんそれで出たみたいな感じですかねあそうだったんだ、うん、なるほどねあその時まだ1%できてなかったんだできてなかったへえ<ー>、うん、すごいなそっかそっかそうそうーシーズン中出てまあ優勝してうん これは結構大変だったあのとルシーズン2は多分俺いなかったから日本に見てないんだけど、うん、そううん、まあ、今と違うやっぱ今全然違うね違うんだ、うん、全然もっと今の方が若い人が多いし応募人数も とんでもないし、ね、俺が応募した時なんて200人ぐらいしかなかった。あ、そうなんだ。だうん。わ、くちゃくちゃ、めちゃくちゃマイナーなんだね。今だって10倍以上いるよ、ねそうそう。そう、10倍以上。<laughs> <laughs> <laughs> 最初のまま出といてよかった。<laughs> <laughs> 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 コンペティションがね競争 <laughs>、ね、<laughs> いやいやいやな感じで <laughs> <laughs> そっか <laughs> えでも結構ステージは今と同じ感じだったのなんかフットステージとか今あるじゃん何かサイファーとか,なんかあそういうの多分あのやり方的には一緒だと思うあ本当、うん、えそれはどうだった結構なんかその中で学んだことだったりとかさ自分の中で変わったこととかあったいや全然なんかもういやもうみんなぶちかもして300万絶対ゲットっしょ <laughs> 確か <laughs> それぐらいしかなかった、そっか、もう300万ゲットロム、え、やめ、300万って何ねっみたいな、ないんだけどみたそうだよね、確かに確かに、え、300万その時何使おうとかも考えてたの、いやなんこれ金あったら何にも何でもやっちゃうそっか、そう。 <laughs> そうだよね、まあ、確かにな <laughs> 普通に300万ってか,かいくつだったの時19とか19とかか、うん、19そりゃそうだ、ん、わ、うん、なるほどねでどうだったのゲトった後はなんかゲトった後は、うん、とりあえず闇一枚に電話してこうやってやって「うん、これ見てこれこれ,これ」みたいな「よ <laughs> くない?」みたいな <laughs> ダメじゃん」ってなってこれどうするどうするのとりあえずみんな飲み行こうってみんなみんなおごるから飲み行こうっつって <laughs> そういうことを1年ぐらいしてたから <laughs> アメリカ行ったりとかニューヨークでギリーズ使ったりとかああそっかそっかそうまあなんかそうね楽しんだかな <laughs> <laughs> えこグリルだろいやこれは違う一番最初に作ったギリギリかなうんそうアメリカでっメリカ行って作って <laughs> えっニューヨークニューヨークでそうめっちゃいいじゃん どんぐらいたのその時はなんか俺4回ぐらい行けてるんだけど<ー>もう最近2年ぐらい行けてないんだけど 4, 4回はまあ2週間ずつ4回1年に1回行くようにしてたねええー、8から1年に1回 1> めちゃくちゃいいよそ,<う>それはなんで友達が住んでてあそういうことそう友達の家にちょっとお泊まりさせてもらって、はい、えー、最高じゃん普通にそうそうで次ちょっと行くきはもうちょい眺めに行こうと思ってんだけどはあ、はあ、はあはあ なるほどね、うん、えー、そっかニューヨークはな,なんかニューヨーク行った時にさ、うん、例えばまあヒップホップの関連なのかじゃなくてもいいと思うんだけどカルチャーショックじゃないけどうわアメリカやっぱすげえなみたいなそうだね18歳の時初めて行った時マジ20万ぐらいしかも、うん、持たないで行って、うん、何ここかみたいな感じで <laughs> 行くじゃん <laughs>、うん、でまあ行ってまあアメリカ着きました、はい、うわすっごいもう。 もう全部ヒップホップじゃんみたいな。もう俺ここに歩いてただけどヒップホップじゃんみたいな。<laughs> で、周りのおばさんとかいきなり話しかけてきていきなりフリースタイル仕掛けられるし、お前もラッパーじゃんみたいな。<理>そうなんだ。<うん S 2> <laughs> すげえだ。カルチャーショックだったかもしれない。そうだよね。ここがヒップホップの原点の場所なんだみたいな。そっか、確かに。そうだね。すげえな。 確かにヒップホップ始まった場所だもんね。ヒ、うん、ップホップ始まった場所だらそうか、そうか。っていうのはあって、林業区に行ったってもそうだね,なね。友達いたらでも楽だよね。だってホテルとかバカにならないもんね、そう考えたらね,ね。でもなんか最初、友達の大学の寮とかに、あ,あ、そっか。ドームとか。初めて行って、ねうん、でも俺で全然大学生でもなんでもね、中卒なのに、<laughs> 英語も喋れねえで <laughs> なんか、なんかいるみたいな。<laughs> 絶対バレないようにしろ、お前やとかって言われて。<laughs> 黙ってれば英語喋れるように見えるから、ね。<laughs> ハハウケたそっかえその時は昔から友達ってことそうそうそう小学生から小学生の頃うちやばめちゃくちゃついじゃんなるほどねそうかそうかそうかまあこうワンパー所属してそっからチマリアキマイラ出演してました あれはやばかったな。俺結構あれで知ったし、うん、あれめちゃくちゃ聴いてたそ、ね。そういう人めちゃくちゃ多いし。ああ、そうなんだ。うん、やっぱ変わった結構あれ出してから。そうだね、ソロアルバム、初めてのファーストソロアルバムということで。そっか。そう出して、いろいろ変わったね。そうだよね。えー、でもそっか、あそこに入ったのが何入ったんだろう <laughs> えっと、あそこに入ってた曲は、うん、まあ、バンスです、ね、バンスもそうだよね。バン,バンス一番でかいよね。 あと、渋谷メルトダウン、ハイヤーブラザーズの人も入ってくれて、うんうん、あと、アナーキーさんともやったし、うん、あと何が入ってたっけな、うんまあ、いろいろビートメーカーも、腹筋、うん、キンソウルだったり、うんはい、ベース・サンタナだったりとか、うんうん、やばい人にもビートをやってもらって、あとはまあ自分の地元の仲間たちをフィックアップしたがってから、その人たちも入れて。ちょい,いな うん、なるほどね,そうねやばかったなあれは結構、まあ、バウンスもめちゃくちゃ聴いてたし、うん、でバウンスで結構変わったってのもあるのかなそうだねバウンスはめっちゃみんな見てくれて<あ>曲は結構みんな知ってくれてうん、うん、今でもライブで盛り上がってくれるからそうだよね、うん そうリリースしてよかったけど、はいまあ、まさかあんなにみんな聞いてくれるとは思わなかったね。<laughs> あ、そうなの。<う>え、あれはだな,なんかどういう経緯でできたとかあるの、うんの？いやマジでふざけててみんな超あのいろいろ行ってバグってスタジオでめっちゃバグっててこのビートやばいやんみたいなのっつって、それなんかそのバウンスでしょみたいな。<laughs> <laughs> もうそれで <laughs> バウンス、バウンス。となるとうん でその時もサンタもがちがちめちゃめちゃ,めちゃらラリってて、あそうなん,そんで <laughs> なんだこいつはぐらいの感じでラリってて、でそれでも30分ぐらいでサンタのバースを終わらして。<laughs> マジ<へ>、うんうん、本当にだから超一番抜けて作ったというか、記録に作った曲だったね、えー。あ、そうだったんだ。<laughs> それがまさかの一番でかい。<laughs> で一番自、ね、分、ね、の顔だったんだ。えー あのサンタのズかったもんそ <laughs> そうそう <laughs> 確かに <laughs> <laughs> そうかそうかそれでいうとサンタって結構昔から仲いいんでしょサンタはうん中あ高1から 1> 高1からなくてうんう一緒に始めなんか俺が見た感じだとサンタそのレオンがラップしてたから始めたみたいな、うん、あそうそうそうなんか最初なんか地元の俺の中学校の同級生たちのスケーターと、はい、あと隣町の中学校の同級生のスケーターたちいるからちょっとみんなで滑って読みようみよう,うん、うん 感じの日があって、はい、でその辺に現れたのがサンタ。えー、で、俺はスケボーしないからラップして、お前何やってんのみたいな。<laughs> <laughs> 俺ラップしてるみたいなえ。俺もやってみたいんだけど。じゃ、えー、やろうぜ。<laughs> それから始まりみたいな。そ,その時はまあサンタがあの MC バトルとか見てて、チ、うん、ンゾドープネスさん好きなんだよね。じゃあラップしようぜみたいな<ー>したらバトルになって、いや待てみたいな。<laughs> マジいっぱいいるから、ここラップって。 ヒップホップでかいぞみたいな感じになってスクールボーイ級とかハラーズクリエイターとかめっちゃ教えてうんそれでそっからかなサンタがラップし始めたのはえすごいよねでもすごいよねだって結構頑張ってる結構まず全ナのもそうだと思うんだけど全 w r d ビーかもそうだと思うけど結構ずっとバウンスもそうだし結構ずっと一緒にやっててやっぱお互い結構 レオン的にもやっぱ受けあの影響じゃないけど、なんか結構インスピレーション受けたりとかもするあもちろん、もちろん、なんか結構あいつは頑張りやささんだし、うん怠らないというか、はい、しっかりしてる面が、俺よりしっかりしてるなって面が、いっぱいあって、まあ勉強になるところもいっぱいありますね。あ結構プライベートでも遊ぶの遊ぶ,遊ぶ、遊ぶ。あ、そうなんだ。うん、遊ぶとしたら何するの何、えー、だろう、まあ、大体普通に溜まって、散るって音楽作ったり。うん あ飲み行ったりかなラップ以外なんかまあスケートなのか分かんないけど共通でなんか好きなものとかあったいやそれがないんだよねあラップなんだじゃあもう好きなもんなんだろうラップ以外えっとんかあっちはめっちゃアニメとか見そうだよねそういうイメージあったわそう俺全然アニメ見ないし見ないんだまあ別に好きだけどなんか見たりするけど「技術改善とかはか 結構毎週見てるし。おい。そうまあ、でもなんか、あいつよりも専門的じゃない。まあそっか。そう、あとなんか。 あっち本とか読んだりす俺全然本読まないし本読読みたくないんだあんまりなんか飽きちゃうなずっと読めたことがない一冊終了したことないあこういう感じねみたいな気づいたらもう4日ぐらい置いてあるみたいでもさラップってやっぱ言葉はやつるやんそういう単語とかどっからゲットってんのいやマジで本当に自分が思ったことだねあそうなんだ全部自分の中に思ったこととか 結構ラップはマジで日記みたいな感じかもしれない。ああ、なるほどね。そう、だからいろんなこと考えたりとか、そっか。そういうことしてるから。で、なんか自分が感じたこととかをメモに取ったりとかして、そっから音楽作ったりとか、あ<ー>そういうのが多いかもしれない。結構メモ取るやっぱ。あ、結構メモ取るかも。自分の感情とかを。 すげえなめうんなんか溜めてるしあこういうこと思ってたなっていうふうに見返したりとかなんか結構メモを取ることってすごい自分の脳みその中で、うん、その自分の発言とか自分の考え方を固めるみたいな、うん、そういうのがあるなと思ってでもやっぱりリリックも一緒だから、はい、まあそうだねそういう意味ではなんかラッパーって全員自分のこと見つめ直して、うん、なんかずっと。 考えて哲学を、はい、自分の中の哲学を気づいているんだろうなみたいなふうに思いますね。そうかそうか。うん、えー、自分の中でさ書きやすいトピックだったりとかさ、うん、一番なんかその、うん、なんていうの書くときに書いてることだったりとか自分の中であったりするはい、はい。一番書きやすいトピックだとやっぱパーティー。 パーティーだパーーティのことは多分目イツぶてでもリリック。なるほどね。そうだ結ね。パーティーいっぱいしてるから。はいはいはい。え、パーティーは結構もうどんな感じだ毎週とか毎週やるときもあるし、もうマジでやだっつって酒つになって困ってるときもあるし。そうなんだでもいった。昔よりは少なくなってきたかな。何パーティー自体がパーティー自体があるのかな。あ、そうなんだ。そう え今までやったパーティーでマジでクレイジーだったパーティーとかある<え>この日やばかったみたいないやわかんない,いそれぞれやばいなそれぞれやばいな <laughs> <laughs> そうだね、うん、それなりにもうや一番やばかったパーティーか <laughs> うん。いや今ちょっと思い浮かない結構で、まあ、パーティーしてるよ最近パーティーしないで言うと最近はそうだねでも 最近でもバック DJ の誕生日ではい、はい、そこでパーティーしてたかもおおマジうんあそういうのが結構多いのかそう地元でみんなでそうイベント開いて昔の久しぶりのやつらとか集まってええ<ー>楽しかったねいいね、うん、横浜って結構やっぱヒップホップすごいなんか強いイメージある、うん、まあなんか昔からやってるアーティストアーティストが多いイメージがすごいあるねあもともとね、うん、なんかすごいなんかいいアーティストっていうかめちゃくちゃすごい アーティストいっぱい横浜から出てきてるよね、うん、そうだねマレオも含め、ね、地元も結構いっぱいいるしうんうん地元でさ意外に「この人、うん、地元なんだよ」とかいるなんかえー、意外にうんあ,、まあもしかしたらその絡んでたりとか曲出してないけどみたいなあクッキープランツああ 佐野さんは俺の実家から歩いて5分ぐらいのところに住んでる時でびっくりした。<laughs> 後から知ってたんだ。だ後から知って、そっか、クッキープランツね。そうなんです、めちゃくちゃ近いな。っびっくりしたん、えー、曲とかはまだやったことないもんね。あ、やったことないかな。うん、そスタジオに一回遊びに行ったことあるけど、あ、そっか。うん、その自宅に。はははいはいはい、はい なるほどね横浜関連で言うとさ、それこそチャンピオンとか、レックスと一緒にやってる曲とかもあると思うんだけど、そうだね、それはセカンドアルバム、しまいで、そうだ、獅子舞だ。と一緒に出した曲なんだけど、その時はレックスの家に行って、曲作ろうっていう話で、まあ何個か作って、その中の1曲、もともとレックスが見つけてきたビートで、フックはこれがいいっすみたいな感じでやってて、 それででノノリノリで作ったったていう感じかな、えー、なるほどね結構やっぱさ、うん、フューチャリングだったりとか、まあ、結構いろんなフューチャリングしてると思うんだけどフューチャリングするときってまあちょっとスタジオ入ろうよみたいな感じで、うん、大体入ってそのまま作る感じじゃんそうだね、えーうん、そういうのが多いかもしれない,はい、はい、え割と何あんまりそのプランとかしないでその場でビート探したりとか,、うん、かやっぱりその自分のもちろん自分の中でこういうプランがあったら共有するし、うんうん だけどまあ相手がまあ別にそういうそういうバイブスじゃなかったりとかもするからまあそうだよねまあそんなに深くあんまりテーマとかは決めないで、うん、やることの方が多いのかもしれないね今まではなんかさそのフューチャリングで言うとさ、うん、結構俺の中であのまあそのまあ決まり合もそうだけどあのフラット・オブ・シュイエン a k t h e s a v i o ビ r のあれとかも俺結構好きで聞いてたんだけどあれはどういうつながりっていうかあれはもともとそのもうゾンビーズも大好きだったしアンダーシーバーズもうめちゃくちゃ好きで全部聞いてるみたいなどちらかっていうとイーステコーストのもんが好きでプロエラーゾンビーズ、e s アンダーシーバーズはマジでめちゃくちゃもうあがめてて。 そんな中、えっと、その日はたまたま渋谷にいて、ブラッティーかな今はないブラッティーの方に遊び行ったら飲んでて、AK がもうただファンだから、ファンです、写真撮ってくださいみたいな。Can I take picture? みたいな。それで、その隣にいた人が伊藤さんっていうラップスターの審査員だった人。 で,でまあその人がアテンドしてて、はい、AK のセービアのことを、うん、で AK がなんか日本のラッパーと曲作りたいっぽくて、えー、なんか曲作ろうよマジっすかみたいなマジ,なマジ明日スタジオ行こうみたいな「やば明日スタジオ行こう」っつって,言ってその次の日できた曲がピッコロおーええええなんかまあ超超ええできてはい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 でワンバース終わった後にええ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  女の子待たせてるから帰る,帰るわみたいな。戻ってくるみたいな。いや、絶対戻ってこねえじゃんと思って。<laughs> え、もう終わったみたいなんじゃん思って。で、それで待ってたら、1時間し戻ってきて、それでフックが完成するっていう。う<ー>で、フックの内容も、<ー>まあ、マジで、もう、もろそれみたいな。<laughs> やばーみたいな面白いみたいな <laughs> そういうことか、はい、もうあそういうことか <laughs> ああなるほどねやばーちょっとこれもう一回聞きて俺今すぐ私ちょっとみんな聞いてみてくださいこれやばいねしかも1時間って帰ってくるっていうのがもうね <laughs> すげえなマジ日誌だね日記だねマジで日記だと思って。 そういうい感じであとは俺ニューヨーク行くからそのタイミングで作ろうっていう話で<ー>でニューヨーク行って全部作ってできたっていうのが、はい、あのファーストかななるほどねやばーちょっとこのピッコロの裏話やばいなそうそうどっか話してるいや話してない話してないよねうわ、うん、これちょっとやばいな俺が普通にちょっと興奮してるわ <laughs> やばーみたいなあれ結構聞いてたからなそうでマジで,でまあ AK とも今 セカンドのやつを作ってるまあ来年とかに出ればいいかなと思ってるんですけど暑いな結構やばくなってるスケーャリングもかなりやばくなってるあそうなんだちょっと楽しみにしてくださいよープリーズチェイーこれやばいねそうなんだすげえな海外で結構さちゃんとさまあ本んになんていうんだちょっと言い方気をつけないといけないと思うんだけどちゃんとアメリカで キャリア積んでて、うん、ヒップホップ業界のコミュニティの中でちゃんと尊敬されてるというかリスペクトがあってちゃんとプロップスがあるようなアーティストとフィーチャー級してる日本のアーティストって結構少ないかなって、うん、なんか感覚あるんだけど、うん、なんかすごいよな、ね、まあ俺の場合は、うん、まあ,あんまりその英語とかもうまくはないし、うん けどなんかもう俺好きだから、うん、もうとりあえず DM して会いに行っちゃうみたいなはい、はい、うそういう感じのノリが結構多くて、えー、あそうなんだまあそれで今日聴いてくれて、うん、いいねんやってなってくれたらレコーディングしちゃうしそれでまあ遊ぶだけにしても遊んじゃうしみたいなとりあえずなんか自分がもともと好きだったアーティストの近くにいて、うん、行ってなんかどういうふうなことをしてんのか見たいなみたいなうそういう好奇心の方が高いなみたいな、はい、なるほどのあ US のアーティストとかもフューチャリングというかスタジオ連れてきて遊んじゃったりとか曲作ってみたりっていうのは結構いろいろしてるええむちゃくちゃいいね、うん、なんかその人によってはさ、うん、多分そのいや俺あんまり群れたくないんだよみたいな他のアーティストとそんな仲良くないしない人とかも中にいるのかなっていうイメージがあるから、うんうん、なんかそれと違う感じだから結構おもろいなってうん 結構重要やっぱその、うん、レオン的にいろんな人と。 なんかスタジオ入ってうん結構でも俺の中で勉強になったりとかなるほどなっていう気づきとかも入れたりとかはいはいすごい俺にとってはすごい面白いかなセッションいろんなアーティストとセッションしてみたいはいはいヒップホップにとどまらずおおそうなんだそうだねちなみにどういうジャンルとセッションしてみたいとかあのえまあ普通に生音だったりとかバンド系ねバンド系でそれでこそ最近はやったんだけどちょっとまあ来年ぐらいにやったらいいなと思ってけど あともうそれ以外でもなんか普通に何ジャングルとかもやってみたいしなんて言うんだろうなもう、まあ、とりあえず音楽にれ、うん、触れていたいねはい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 なるほどねいいねおもろいなそうだねそっかい,やいろんなでも結構多分音楽やっぱ聴くんだろうなって感じするから、うん、そう結構 やっぱそこからインプット受けたりとかそうだねそうするのもある,だ、ね、あるんだ深井好き、ね、んなんだけヤン、うん、そうかヤンまでヒップホップ自体がそうだもんねそうそうそうオリジンがねそう。違うジャンルに深井サンプリングしてってっていうのがヒップホップだと思うから確かにそうじゃあ自分なりのヒップホップをうん ちょっといろんな形で、型にはまんないで、出していけたらなと思いますね。ね、はいうんうん、ええー、おもろいなー。なるほどっすね。うん、いいっすね。いいっすね。いいっすね。<laughs> よーし、で、あ、もう一個、まあ、俺の、まあ、好きな曲の一個なんだけど。うん、まあ、実力。はいはい、これはもう、むちゃくちゃ。<laughs> そうだね。め,めっちゃ、めちゃ、もう、再生回数もてて。そうだよね。上がってて。うん、うん、うん。 ありがとうございますって感じなんですけど。あひろゆ君が声かかってきて。そうそうそう。ひろ君が最初連絡してくれて、で、ラルフってラッパー知ってるみたいな。なんかちょっと見たことあるんですけども、その時はあったことなくて、で、スタジオでレコーディングの時に初めてラルフが、それはラップスタンの優勝するかしないかぐらいの時間が来て。で、それで初めてラルフやって、えみたいなえ行こうよなみたいな。えみたいな。横浜なみたいな。マジで。そうだよね。 絶対優勝じゃん勝てないみんな勝てないそれよ無理無理みたいなそっかやばいじゃんやばいでで優勝して MV ってなってそっかすごいみんなありがとうっていう確かにコラボレーションっていうかそうだねいやまあミュージックビデオも俺結構好きなんだけどミュージックビデオもそうだし一人一人のスタイルとかもそうだしかっこよかったかすげえヒップホップって感じしたというかねえ あれとかも,もう結構そのどういう感じは秀吉君が恋ううビートでやりたくてみたいな、うん、そうなんかドリルで有形グライムっぽいのでみた、うんはいな、はい、って言っててうん、うん、分かりましたっていう,うはい,はい、はい、で全部バースでいきたいっていう,うねえすごいよな、うん 曲とも合うよね実,実力、まあ、俺ら実力すぎやからみたいな。しかもあと、根結、ここも多分大きいと思うんですけど、そういう話もしてるじゃん。んなミ,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 ミックスだから、うん、結構、なんか俺的にはそういう部分でもすごい感じたし、うん、やっぱヒップホップのこういう、なんていうの、スキルで、はいはい、なんていうんだろう、お互い、まあ、バトルみたいな、うん、そういう感じの、なんていうの、めちゃくちゃヒップホップ青春感じる曲というか、一人一人も、まあ、実力やばいし、まあ、バースもやばいし、うん、みたいな。 あ結構やばい今も盛り上がるしやっぱライブとか、ねうん、ライブとかでもめっちゃみんな盛り上がってくれるしうれ、うん、しいねそうだよねえ実際さ結構さ多分いろんなところ回ってると思うんだけどさ、うんはい、なんか今まで行ったところでさめちゃくちゃ暑かったとかさうわここめちゃくちゃなんか熱たけやなみたいなうん、うん、場所とかあったいやもちろんその大都市は結構みんないつも超盛り上がってくれるしそうだね もうみんなでも最高かな<い>特別ここはやばかったみたいに、ねうん、思うところはやっぱワンマンとかははいはい、はい、そうワンマンとかになるとやっぱもうみんな自分の曲を聴きに来てくれてるわけだからそういう時はもう本当に最高だね確かにねこれ以上嬉しいものはないと思います確かに確かに、うん、いやーすげーなえなえ今まで行った中で好きだった場所とかあるその地方なのかとかはいはいはい まあこの前やった「オーイースト」も最高だったけどあはいはいよかったねうんまあ WW も「キマイラ」の「ファースト」もうめっちゃ好きだったなああいうのああいう感じうんどうだろうな好きだったとこでも全部好きっすよ全部好きだ大きいところもちっちゃいところもかかわらず俺の音楽を聴きに来てくれてもうみんなの目の前で笑顔を見てその人たちが楽しんでくれてるところを見て俺はもうこの上ない ハッピーを感じていまいねいいねまあファンありきだからなそうだねねリスナーとかねそういうことかじゃ曲他にもぶち上げセンターとかもいいよねぶち上げセンター最近あれはでもゼロワールドビューのあれか結構リード曲みたいな感じなのあれ確かにまあリード曲っていうあれではなかったけど MV も撮って X も参加してくれてすごい面白い作品になったなと思ってそうだよねその何てうんだろいつもミュージックビデオとかって大体のその なんて言うなな一般的なものっていうのはすごいフレックスだったりそういうミュージックビデオも好きだけど、うん、みんなでたまって超ヒップホップなスタイルを出していくみたいなミュージックビデオはすごい多いというふうに思ってて確かに多いねでもその中でもちょっと変わりだねい,ははい、はい、確か,になんかちょっとファニー要素加えたようなミュージックビデオでも、うん、なんか音楽かっこいいみたいな、はい、そういうふうな自分の、ま アイディアがそこに出してよかったから。あ、そうなんあれはレオのアイディアだった。まあそのみんなで戦隊モノみたいにしたくねみたいな。先生がビートかけて、わあこれ戦隊スーパーヒーローっぽくねみたいな,な。はい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 。なっても確かにみたいな。はい。じゃ俺がちょっとじゃあ戦隊っぽくでリリック書いてみるわって言って。うんうんうでまあフックとワンバース書いて。なるほどね。まあ、サンタが乗ったみたああ、ね、そういうことか。うんうん、いや結構そう変わってるよね。だってないじゃん多分今まで戦隊モノと。そうそうそう。そうだから俺はすげコンセプトめっちゃ面白いと思ったし。 俺思ってるんだけどバッドビッチ美学ってあれちょっと真似してない確かにちょっと似てるなと思ったんですけど <laughs> もしもう僕たちにインスパイアされてるのであれば教えてほしいですね。<laughs> <laughs> 確かにそれ今言われたら確かにそうかもしんないねそうだよねそうだね絶対そうじゃんわかんないわかんない適作るこれ確かになそうそうそれで言うとでもゼノワールドビ r はやっぱあれはさ3人でやろうとなったきっかけとかあったのなんか先生が久しぶりに6年ぶりに LA から日本帰ってくるみたいなウェでレオンくんなんかやろう いろいろ1気とか作ってる中で,、はい、で3つの何パーセント入ったことだしあそっかそうでもこの期間が結構絞られてるから2人で作った方が早くないかという,うん、うん、なるほどね確かにみたいなはい、はい、じゃあちょっと2人で作って3人で作ろうみたいなそっから3人で作ってっていう感じですねなるほどね、うん、えこれをさじゃあなんか なんかさちょっとさプレゼンティングの仕方的にさ結構そのユニット感が出してたじゃん結構あれはそうだね名前もつけてあれは最初からそういう考えで書いたっていうよりかは先生とレオンで青春やろうって話になってサンタもやろうみたいなさっきじゃもも3人で1個作っちゃったらいいんじゃないみたいなそういう感じだったんだ誰がそのアイデアを出したの先生かな先生かなえあ話は確かにんうん やっていこうぜみたなで先生が主体にこういうちょっとキャッチーなものを作ったり作りたいとかあるちょっとポップ要素も入れたいみたいなそういうのは先生がいこうでそういうのもやってみようよっていうふうになってできたっていう感じですかね。なるほどですね。えどうだったのそのまあんか自分の中で「さぜのワールドビュー」の一番入きの曲とかあったりするでもやっぱ「一喜」とかかな。 あとは、まあ全部好きだけど、うん、エロくていい女も、まあ、ああバカっぽくていいな エラクになってる。そうね。ゲットペッシーたかも好きだね。あはい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 はュージック出てもね、イエローバック入ってて。そうええ、結構確かにそういうもうなんかもう、あれはなんて言うんだろうね、ポまなんかまあちょっとキャッチ、キャッチポップみたいな感じか。そうね。なんか今までとだまあそのスタイルはそんな変わってないけど。今までちょっと違うような。ちょっと違うよね。レオンがそういうのやってるイメージあんまなかったかもしれない。そうそうそう。うん。 なんかおちゃらけてみようと思ってあそうだっったちょっと下げてみよう存分にいやもうね24歳最後二24歳らしいんから <laughs> もう俺来月25歳になってるんだけど30歳でもなってちょっとなんかおちゃらけてたらちょっと痛いなと <laughs> <laughs> 今の間に全部なんかもう。 放出させてこないでね。<laughs> そういうことね。<laughs> このダイビングでね。受 <laughs> んな。なるほどね。え、これあれとかをさ、結構なすぐできたもんなの。あの、あ意外とでもすぐできたのかもしれないね。<laughs> うんうん、考えてみたら、半年ぐらいで出来上がったものかもしれない。 やっぱあれだろうその EP とかさアルバムとか作るときちょっと俺それさ俺が作ってる側じゃないから分かんないんだけどさ結構やっぱいっぱい作ってそっから絞っていく感じなのあそれもそうだしうん、うん、もちろんボツの曲もあるしいっぱい作ってそっから絞っていくっていう感じかななるほどねみんなで確認し合ってはい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 どうもみたいなそうやっぱ3人の曲だからまあそうだよねそうそう確かに,確かにそういう面ではやっぱソロの時よりかも 方向性とか,は,かはい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 なるほどねでもお互いそうだよね同じとこ向いてないとさちょっとなんか変な不協和音みたいになっちゃったりするもんねじゃこれはこれでいこうってはい、はい、話し合ってううんんうんうん なんかこういうのって初めてだよね、多分ね、今までのキャリアあ、そうだね、確かに、全部ソロで、コラボは AK とだけ出したことあるけど、それ以外はやったことなかったんで、初の試みだったかもしれない。サンタとも EP を出すっていうのも初だったかもしれない。あ、そっか。そう、2人で全部2人で曲。全部2人で曲みたいなね。で、プロデューサーもね、一緒だからね。そうそうそう。確かに。どうだったのやっぱ違うじゃん、多分今までの感じと違って、なんかそれで良かったなと思うところと、なんか難しかったなって部分とかあった。 あうん、よかったってベベはもうみ,みんなの力が合わさって、うん、ですごいやっぱ俺にはできないようなこと、うん、俺だけじゃできないようなこともできたしそれで、まあ、みんなに届けられて嬉しかったね大変なところはやっぱり3人の意思があるからそこをうまくまとめるのはちょっと大変だったかもしれないそうだね別にでもそこまでなんかその大事件とかはなかったし <laughs> うん、うん そうまあ、ワンマンツアー、ツーマンツアーも、超いい感じで終われたんで、デンゼルカリーも見に来てくれて。そうだよね。いや、そうだよね。それでまあ、最高の一日になったね。やばいよね。え、だってデンゼルカリーさ、T シャツ着てたもんね。T シャツも着てくれてね。そう、最高だったね。しかも好きでしょ。好きって。めちゃめちゃ好きです。お前、神様だから。俺の神だよ。 <laughs> 言って <laughs> そ<う>すごいよね。どういうけなんか経緯というか感じだったの,そのデンゼルカリーとのデンゼルカリーは AK の地元が一緒のパワーズっていうビートメーカーがいて、はい、それはプロエラーなんだけど、はい、そのパワーズってビートメーカーがたまたまそのインスタグラムで「はい、その日本来週から行く」みたいな「じゃあレスリングアップ」っって「えー、Take your r u n って。 紹介するから遊ぼうぜっつって「OK 遊ぼう」って言って「マジ?」えなんで来んの?」みたいな「フジロックだよ」みたいな「デンゼルカリーのバッグでいじれくる」みたいな「なるほど」みたいな「じゃあ俺行くわ」みたいな「じ集まっとしたらデンゼルカリー行って」みたいな「You are my レジェンド」みたいなそうだよね確かにそれでまあ何日か遊ばしてくれてフジロックを見に行ってでなんか いろいろ話して、で、俺、普通に明日、あのツーマンライブあるんでね、もしよかったら来て、パワーズに言ってたんだけど、でんずかり忙しいだろうなと思って俺も行くよ、もちろん行くに決まってんだろ、みたいな。で見に来てくれて、みたいな。やばくねそうだね。ちょっとビッグフレックスできて嬉しかったです。<laughs> <laughs> いや、そうだよね。むちゃくちゃビッグフレックスよ、そんな。<laughs> そ,うそうそう。すげえな、なるほどね。 嬉しかったですね,そうだよねでかやっぱさっきもちょっと言ったけど海外のアーティストとかとコラボだったりとか、ね、海外のアーティストといろいろやったりとかしてるすごいイメージがあるから世界意識みたいなのもともと自分の中でもう最初にラップ始めた頃の夢が、うんはい、日本語ラップでも全世界の人にやばいって思われるような日本語のラップをしてみたいっていう何、はい、か本当に不確かだし。 なんだそれと思うような夢だけれども結構これをなんかずっと掲げてたからなんかそれで今もやっていくつもりというかそうだねその夢はまだ全然忘れてないというかこういうスタイルでやろうと思ってますね,ますねなるほどねすごいな、うん、ちゃんとやっぱでもまずさまあでも英語もちゃんとできるじゃんいやまあ勉強中全然できない <laughs> <laughs> いやちゃんとコミュニケーション取れる時点で <laughs> いやもうほんともう手取り足取りみたいな感じですよねあ本当、うん、もうちょっと勉強しようと思いますおお<ー> <laughs> <laughs> そっかいや<う>でもなんかさやっぱそのぱみんなどこかで絶対世界行きたいとか考えるじゃんそ、うん、<laughs> <laughs> それはもうその まあなんか思ってる人多いと思うんだけどでもやっぱそこにちゃんとねいろんなアーティストのコラボだったりとかさもう英語の勉強をちゃんとしたりだったりとかとかなんかそういう行動が止まってんのもやっぱすげえなって思うしそうだねもっと頑張ろうと思う、うん、いいねいいねえ立ってみたいステージがあるの世界のえそれはね、うん、立ってみたいステージ何、うん、だろう,もう海外でライブとか大きいところでライブしてみたいねまあそうだよね、うん 行ったことないけど国とかヨーロッパとか行ったことあるあないヨーロッパ行ってみたいあじで？うんヨーロッパとかちょっと楽しそうだけど超楽しそうだねで俺思ってるのが自分がもう人生何年か分かんないけど生きてくうちの中でこんなでっかい世界があってそれを知らずに自分が死んでおいていくっていうのはすげえもったいないことだなと思っちゃって確かにだから死ぬまでには全世界行ってみたいなっい思い なんかそう思っちゃいますね。そうだよね今のところはどこまで行ってんの今行ってとあうのアメリカニューヨーク LA あとはタイ上海オーストラリアお、そんくらいかなそんくらいか結構オーストラリアそうだオーストラリアっすよねこれだねストーリーであそうだオーストラリア1週間行っててそれは何なのなんか友達がいてあそういうこと そういうオーストラリアいみたいな。はい。出しちゃうからなマジでマジでよ行く行く最強じゃねえか。マジで。そうそう。はい。すげえな。オーストラリアとかはヒップホップシーンとかどうなんだろうね。まあラップやってる人はいるし、あそっか。そのなんかオーストラリアのキッドザラロイ。あそっか。俺オーストラリア人だし、確かに。なんかワン・フォーだっけな。うん。 なんかオーストラリアのグラムのアーティストとかもいたりして、ーオーストラリアのヒップホップも確かにあるけれど、うん、マーケットはちょっとちっちゃいのかな。ね、やっぱみんなアメリカ行っちゃうらしい、ね。まあ、でもそうだよな、イギリスとか。はいはい,はいはいはい。そ,うだね、そっちの方がなんか、そうメインストリームってか、なんか、うんね、みんな行っちゃうイメージもあるしね。そうそう、イギー・アザリラとか確かオーストラリア人じゃない そうだ確かによく考えたら「あこの人オーストラリア人か」みたいなんかアメリカンセルビーとかいるよねオーストラリア人何回みたいな、うん、俳優とかやったらヒュージャックマンとかねでも結構いいスタジオもあるしとにかく気候も綺麗でそうだね,ねリラックスはできたっすねなのでね何したの 向こうでまあレコーディングちょいちょいしてたりとかあと海眺めて黄昏れてたりとかそんな感じかないいね景色いいよな景色せぇへのあのスローな感じやなそう海沿いのとこにちょっと待ってたからどこ行ったのゴールドコーストゴールドコーストかはい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 だからまあ まあ、そんなにヒップホップヒップホップはしてなかったかもしれないね。うん、<laughs> だいぶ散る感じだ。<laughs> そう、だいぶ散る。そう、ね、<laughs> むちゃくちゃあるからね。そうね。ねそう。ジャマイカの次ぐらいに多いらしいからねそう。まあ、オーストラリアなんか <laughs> まあ、あの、 うん言ったらなんかカードがあったらみんなゲットできるみたいな、うん、あ,あ医療タイムなんだ医療でなるほどねいいで、ね、そ,<う> <laughs> そっかそっかえ結構最初ファッションとかも俺結構気になってんだけど<あ>そうファッションねファッションめちゃくちゃヒップホップビーボーイみたいな感じするんだけど好きなファッションとかブランドとかそういうのなくてないの、ね、なんかそう洋服屋さんとか最近見に行っても「うん、あこれもいいなこれもいいなんいいけどちょっといいかな」 みんな感じで全然買わなくなっちゃう <laughs> 最近買ってないの最近全然洋服買ってないんだけどそう欲しいです <laughs> ください <laughs> <laughs> え探してんのいいのねいいやつをねいいのなんかさ、うん、あ,あんま見ないさ何はい、はい、かわこんわ何この形みたいなやつ、ね、<ー>欲しいなと思ってるんだけどでもあと好きになっちゃうと好きな洋服新しい洋服だとずっともうずっとそればっか着ちゃってあでもそれすげーわかるかるも <laughs> そればっか着ちゃってみんな毎日それ着てみたいな <laughs> <laughs> そうだねみたいな好きなやつずっと着るタイプだ好きなやつずっと着ちゃうタイプなねで結構わかるかもしれないねわかるる俺も結構同じの何回も買いたくなっちゃう同じスニーカーとか買って絶対もう3日ぐらい履いてるしそしたらその色に合うやつしか着てないそのループみたいなってるみたいなそうだっじゃあ結構じゃあもうブランドっていうよりかは形だったりとかそうだねんかブランドっていうか形だったりうん そこの方が見てるかもしれないファッションとかで言うとグリル今はこのグリルもかっけえよなはい、はい、どこで作ったんこれこれ LA かな LA で作ったそう最近でも全然作ってないからまた作りたいなあグリルって何個も作るものなんだやっぱ 何個もあったらある多分だけ、ジュエリーは。あ、かあった分だけいいっすよね。俺もグリル作ってみたいな。ああ、いいと思う。うん。どのタイミングで作ろうかなみたいな感じで。やっぱりね、でも、トゥーキャップとか、ちっちゃいやつだとすぐなくすね。ああ、トゥーキャップっていうのかな、半二本分とか。半二本分とか、ワンキャップとかだすぐポケット入れて、あれどこだったっけ何回なくしたことかみたいな。いや、もうちょっと大きめのやつしか作んのやめようみたいな。ガッツリみたいなね。ガッツリ分かるやつよ。 <laughs> えあそれでさめちゃくちゃ個人的なあれなんだけどさ、うん、グリルってどうやって作るの、うん、まずハートの型,との型をなんか取ってワン、はい、スピースみたいなんで,うん、うん、でそこからその形に合わせて、まあ、1週間ぐらいでできるのかなあれって、えー、あの頑張ってもらったら金、はい、とかで。うんうん そうだね。なるほどね。え、デザインとかはもうあるものから選ぶ感じじゃデザインはどういう風にしますかって話してちゃんとこここういう風に開けたいとかここはダイヤにしたいとか。ああそういうこと？例みたいな感じだ。そうだね、そうだね。はいはいはい結構細かくできるんだじゃ細かくできるそう。え、これなんか聞いてもいいかわかんないけどグリルってどんぐらいすんの？これは三十かな。三十ぐらいできたと思う。はいはいはい。え、なんて書いてる？いや字じゃないんだよね。ギザギザしてるだけ。ギザギザしてんなるほどね。そうそう。 すげな金と金とダイヤモンドえ30万ここに30万やばいなここに万かっけえな今まででさ使った金額でさやっぱこれめちゃくちゃでかかったっすみたいなあるいやまあでもこのくらいかな30万とかいないかなあ本当百100万ぐらいのやつはゲットしてないかもしんないあマジで100万とかやばいなやりたいねマジでやばそうだね似合うからいいよなアクリルな いや、みんな似合うよ。いや、絶対似合うよ。いや、俺はどうかなわかんねえけど、似合わないわけない。ほ本当そうかなグリルな、作ってみたい感ある。すげえ。でもなんか、一歩踏み出すがあれだわ。いや、でも、銀とかシルバーとかあったら、五万円とかででそんなんできちゃうえ、マジで、意外に安いんだね。うん、できちゃう。マジで結構さ、未知の領域すぎて、グリルって。そうだよね。気になってる人、いるのかなと思って。ちょっと、ぜひ、ぜおかちまちに。ちまちだ。グリルジュエルズ。 あそうだね、グリーズジュエルズ行きたいな普通に見てみたい。そうね,ね。でもやっぱ LA とかだ、海外で作るんだね。レオなんか行ったついでに。あそういうことで、ね。た<う>行ったから。行ったから、まあお店いっぱいあるじゃん。そう,う,そうだね。しかも金ちょっと安い。ああ<ー>、本当 そんな気がするデザインとかいっぱいあってかそうだもっかなるほどっすね。ということでちょっといろいろ聞かせてもらったんですけどんかこっからの動きだったりとか目標とかある例えばんかそのアーティストの目標値なのか展望なのかとかこっからの目標っていうのはとりあえず今自分が作ってる作品コラボのビートメーカーのコラボの作品だったり。 あとは、まあさっき言ったように、やばい人とのコラボの、作品を作ってて、で、それも出しつつも、ちょっとソロの、また、人と向けたレオンをみんなに提供したいと思うんで、バチバチなレオンもあったり、メロなレオンもあったり、メロなレオンそう、ブームアップなレオンもあったり、いろんな、ちょっと、スタイルでかましていこうかなと思うんで、なるほど、それがもチェックしてください。ぜひ、ぜひ、皆さん、インスタグラムインスタグラム。 YouTube とか, YouTube とか Twitter とかもやってるっけやってるね。でいすいません、最近インスタグラム、Twitter 全然やる気になれなくて <laughs> <laughs> 全然やってないんだけど <laughs> なんかリリースしたらもっともっと活発にいこうかなと思ってあ,あった。そっか。っじゃあ,あそういう感じでね。<laughs> はい でもまあそのソーシャルメディアまあ SNS そうですけどまあバッチね曲聞いてもらって俺的になんかピッコロとかの制作裏話聞いてもう一回ちょっと聞いてみようってめっちゃなかったからぜひぜひ皆さんもっともっと聞いてくれたらと思いますのでこれからも活動もぜひチェックしてくださいしししということでまたお会いしましょう。ありがとうございます。スペイス。あずつ。ありがとうございます。ありがとう。楽しかった。楽しかった。来週。